転職で転職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 ヒカキンです。この度私ヒカキン、あの明石家さんまさんが MC の3時間番組転職で転職に出演させていただきます。さんまさんにまた会えちゃいました。放送日時は4月29日日曜日の夜7時から、19時から21時54分、まあ、約10時までの放送です。日テレさんでの放送になります。でね、今回ね、まあ、僕以外のゲストの方、あ、これ豪華です。豪華です。ゲストの方こちら、スタジオゲスト松坂桃李、立川志らく、原進、過去は青山学院大学陸上監督、長濱ねる、欅坂46、今泉ゆうや、欅坂46、ヒガキャン、ヒガキャン、渡辺キャン、ブルゾンチエミ、ヒョコリハン、ほか豪華でしょ。で、この番組どういう番組かというと、まあ、簡単に言うと、とある職業から別の職業に転職をした人を VTR で紹介する番組です。あと、前の職業から今の職業に転職してどれくらい、まあ、お給料がアップしたかとか、そんな話もね、する番組です。例を挙げると、例えば今はこんな人気タレントなのに、実は昔はこんな仕事をしていて、まあ、全然うまくいってなかったみたいな、なんだけどこんなきっかけで芸能人になったら成功したみたいなね、話とか、元プロスポーツ選手が引退してまさかのこんな仕事に転職しましたとか、あとね、今回テレビ初らしいんですけど、あの小栗旬さんのお兄さんがこんな転職人生を歩んだとかね、あのテレビ初出演らしいですよ。まあ、まさに転職で転職ってやつですな。まあ、こっちの転職はね、まあ、職業を変えることじゃないですか。これ職業を変える転職をして転職、はい、こっちのあの天国の天に職は、まあ、その人にふさわしいぴったりの職業に出会えたっていう天職、天職で天職って番組です。もちろん私ヒカキンも取り上げられておりますので、お楽しみに。まあ、あんまりネタバレになっちゃうんでね、内容は言えないんですけど、まあ一言で言うと、生松坂桃李さんめちゃめちゃかっこよかった。めっちゃかっこよかったですね。収録前に挨拶させていただいたんですけど、もうね、あ、もう身長が高いんですよね。わーって感じなんですよ。で、顔が小さくてもフォルムが違うんですよ。僕みたいな人とはフォルムが違うんですよ。で、かっこいいなって思って、まあ、よろしくお願いしますって言ったら、こう、あ、動画見てますよ、よろしくお願いしますって言って、女だったら惚れるわって思ったのとか。あと、欅坂46のお二人とも少しお話とかできて、いい経験させていただきました。で、夜7時からなんですけど、まあ、多分私ヒカキン結構早めになんかこう取り上げられるような気がしてるんで、ぜひ夜7時からテレビつけてください。はい、というわけで改めまして、4月29日日曜日夜7時から、まあ、約夜10時まで日テレさんにチャンネルよろしく。この動画もしよかったら評価お願いします。
チャンネル登録もぜひ、Twitter、Instagram もやってますので説明欄からフォローもお待ちしてます。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初をブンブン、じゃんけんポン、バイ。ダーラク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 。